よし、あ、残ってた。そうだね、カモシカ。あ、こっちも止まってみ。イノシシ。はい、ただいま生坂村の小田角の方に向かってます。まもなくね、集落の方行きますけど、そこからね、山に入りますけど、山の道も人ほとんどね、人が入ってないということで、行けるかどうかちょっと難しいよなんて役場の人も言ってましたけど、どんな道になってるかちょっとわかんないんですけど、行けるとこまでね、行ってみようと思います。ここですね。はい、こっから入っていきます。まあ、この辺りね、泥沢とか小田角入りとかね、なんかそんな地名になってましたけれども、奥行くとね、岩洲公園に行く遊歩道がありますので、そこを通ってね、岩洲公園まで行きたいと思ってますが、さてね、人がね、あんまり入ってないということなので、まあ、どうなってるのかちょっとね、心配はあるんですけど、まあ、逆に楽しみですよね。どんなね、はい、景色が広がってんのか、今日はね、楽しみにそちらへ向かいたいと思います。はい、ということで、地獄メタンガス発生時ということで、メタンガスが出てますということで、ボコボコ出てますね。銃とかもいそうだから気をつけないとね、簡単ね。そうだね、遊歩道なんてものがあるんだろうか、うん、道型はね、昔通ってた道あるそうですので、あそこを通っていくと。ただね、昔はここの上集落があったということなんですけど、今はね、住んでる方がいらっしゃらないということで、まあ廃屋にはなってるんですけれども、まあ昔ね、集落の方々が使ってた道とかもあると思いますので、まあそのあたりをね、調べながら登っていきます。はい、まあ今日はね、地図ももちろん準備してきましたけど、まあ Google マップ、 GPS 機能ありますんでね、GPS で自分たちの位置を測りながら、まあ、地図と併用しながらね、迷わないように進んでいきますので、まあ、そういった方向でね、進んでいきましょう。はい、はい、ではね、分岐来ました。右手が日陰と高松って書いてありますね。はい、日陰とね、高松方面へ向かいます。あ、なんかいっぱい石仏が、石仏いっぱいありますね。はい、庚申堂、村指定文化財庚申堂の庚申堂群ということでね、はい、1番から11番まで。この記念碑は生徒が刻んだ貴重な戦時中の街道碑であるということで、戦時中なんだな。はい、こちらが街道記念碑ですね。はい、そしてその隣にこの庚申堂群があります。たくさん、全部で11基あるそうです。はい、ちょっと大きめの石が落ちてたので、ちょっと溶けていきます。車ありますね。あー、随分古い車かな。ホンダのマークがついてる。あれホンダなの？ H、 じゃあ違うか。違うよね、車庫に入ったままだね。うん、これ竹。あ、まあ、これはこのままいけるよ。 いける、うん、これはこのままいける。おお、秘境感が増してきましたね。だんだんとね、ちょっと奥地に入ってくると、そうですね、こんな感じだね。でも道はあるね。そう、道はね、しっかりしてますね。しっかりしてる。うん、やっぱり昔の人方はいいところに道を切ってたんじゃないかななんてね、感じます。本当ですよね。はい、カモシカですね、あれね、多分。そうだね、つこ、よし、あ、残ってた。そうだね、カモシカ。あ、こっちも止まってみ。イノシシ？違う、カモシカだと思うよ。うん、はい、ちょっとズームしてごらん。してます。イノシ、あ、捉えられる？捉えてます。うん、カモシカだね。うん、カモシカだと思うぞ。うん、あ、上登ってたね。すごいね、こんなとこやすやすと。あ、こっち見てる。うん、こっち見たね。どう？結構見れる？うん、結構はっきり。はい。はい、小屋の跡が出てきましたね。あ、そうですね。うん、まあここね、人が、まあ、昔は人住んでたそうですけど、今はね、住まなくなったっていうことですので、うん、ここから建物が出てくるのかもしれないね。そう、はい、今日風もなくてね、天気もいいですので、遠く北アルプスがね、よくよく見えます。うん、ここすごいいいね、ロケーションね。
いいですね。昔でここ集落あったということで、古い建物もありますけど、ここ気持ちいいですね。途中ここ分岐してる道があるので、この道をね登っていきます。でもう岩洲公園までね、200メーターから300メートルぐらいのところにいますので、この道で行くとね、多分道型にぶつかるんじゃないかなと思いますので、この道進んでみましょう。愛嬌の日、愛嬌の日がありますね。やっほー、はい、まあちょっと熊怖いのでね、ちょっといますよということをアピールしていきましょう。まあ我々ベラベラ行きますからね。まあね、そうですね。あと熊鈴も一応つけてね。はい。ここもね、集落跡、建物が跡ありますけど、間もなくだと思いますね。はい。はい。はい、母さんありましたね。ありましたね。その中にひっそりと佇む鳥がありました。はい、向こうに抜ける道もありますけど、もちろん車ではね来れませんけど、もうかなりね、人が通らなくなって久しいですので、こちら側のね、歩道ありますので、ここを進んでいきましょう。はい、お社の方に向かってね。はい、この道、鳥居の方に向かいますね。はい、はい、鳥居の前までね来ました。ここね、Google マップで調べると丸木筆者と読むんでしょうかね、ちょっと読み方調べてみますけど、そこのまで来ました。で奥の方にね建物見えませんでした。母さんこちらから見えますか。はい、はい、うん、でここ道型ありますので、進んでいきましょう。人が入らなくなって久しいですけれども、ちょっと看板もありますので見てみましょう。はい、本殿ね、村指定文化財になってます。江戸時代にね建てられた神社ということです。はい、本殿です。ちょっと見てみますか。はい、はい、こちらですね。こちらですね。いやいやいや、人が入らなくなって久しいですけど、建物はしっかりしてますよね。江戸時代にねきちんと作られたということなんでしょうかね。はい、じゃあそっち側の看板見てみましょうか、母さんや。はい、そっちになりますね。うん、石造物20基ということで村指定文化財になっています。江戸時代から明治時代に作られた石造物がね、20基並んでるということです。で廃絶した山間小部落の民間信仰の深さを物語る貴重な文化財であるということです。はい、でこちらですね。はい、で長野のお札とかもなんか新しいですので、来られてお参りされている方がいらっしゃるようですね。はい、でそちら側にもね、石像ね、並んでます。ここにね道型ありますね。あ、本当だ。うん、ここからおでにね、もうねまでね50メーターぐらいですので、おそらくね、はい、この道行けばね出るんじゃないかなと思いますので、はい、行ってみましょう。ありますね、道ね。道型ありますね。はい、尾根沿いに道がありますので、そこを取っていくとね、岩洲公園にたどり着くと思います。はい、この尾根をね登ってきました。はい、景色もね綺麗ですね。こんな感じです。はい、ぐるーっと回って、で今度ねこれは杉だね、杉林の中を通ります。そうすると、奥明るくなっているところがね、岩洲公園の尾根に出ると思います。では行ってみましょう。もうあと50メートルぐらいかな、母さん。もうちょっとだよさっきからない、ずっと50メーターって言ってた。ずっと50メーターってか確かにな、あんま進まないんだよね。はい、うねうねしてるからさ、そうだね、どうしても Google マップ上だと直線距離なんでね。母さん、いや、もうすぐですよ。はい、母さん、さっきは悪態ついてたのに、なんか悪態ついてないよ、全然。そう、湿気だってか。公園の尾根のルートに出たようですね。いやー、よかった。なんか看板を見ると安心しますよね。路肩注意の看板ですけど、はい、公園までのねルートに乗りましたね。落石土砂崩れ、いやー、よかったよかった。こっちがね安曇野方面ですので、公園はこちらですね。あとはここのね、はい、この道をね行けば着くと思います。はい、ここのね林道、作業道を進むこと10分、ようやく看板が見えてきました。いやー、よかったよかった
無事来ましたね。公園内にこれで入ったでしょう。岩洲公園散策見どころ案内図、やったー、やったー。母さん、岩洲公園到着だね。よかったよかった、よかったよかった。はい、ということで現在地丸一番ということで、ここですね、はい、はい、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番、9道沿いに10番まであるということです。見どころがあるんだね。はい、はい、ということでここね、安曇野市と生坂村の境界にあります。私たちね、生坂村側から登ってきましたけど、安曇野側からもね、登ってくることができますね。生坂村からはね、ちょっと難しい道ではありましたけれども、非常にね、情緒ある道でしたんで、昔の方がね、通ってたと思うとね、まあ、そういったことを思いながらね、感じながら歩くのもね、いいんではないかと思います。はい、はい、ということでね、ここ、これですね、うん、この道は犀川に船が行き来していた江戸末期には、木戸船着き場からの物資を善光寺街道沿いの村落に運搬する重要な運送路で、なるほどね、ここの峠を越えてったっていうことですね。塩沢峰通りと呼ばれていました。塩沢峰通りってね、ここからね、江戸末期っていうことでね、はい、ということでね、時間もそろそろ12時頃なんで、奥まで行くとちょっと帰りが心配なので、早めにね、途中、そうだな、3番ぐらいまで行けるかな、白水岩ぐらいまで行って、あと引き返してこようと思います。まあ、こっから先はね、岩洲公園ホームページとかにも載ってますので、ご覧になってください。ということで、我々は目標3番ぐらいまでにしますか。そうです、うん、はい、では秋葉社鳥居をくぐってね、先に進みましょう。はい、こちらです。はい、こちらが秋葉社です。母さん、かやぶき屋根だってか、かやぶき屋根で、うん、今こう上に畳む、あ、ほんとだ、綺麗に組まれてます ね、あ、すごい立派なかやぶき屋根、はい、こんな感じ。はい、尾根沿いのね、重走路です。はい、看板出ましたね。こっち降りていくとね、不動岩ということです。はい、こっちがね、順路です。ヘビ岩、ジャガンっていうのかな、趣のあるね、木製の橋かかってますね。岩がヘビのように起伏していたり、岩ヘビがよく出たので名付けられたということで、昔ここに大蛇がいて通行人を悩ましたね。え、山の神に祈願して退治したという。ただこの蛇岩だけじゃなくて、こっちいろんな形の岩がたくさんありますね、この辺りね。うん、気持ちいいトレッキングコースです。なんか母さんがこっちの方が蛇岩の形に似てるなんて言ってますけど、確かにトグロ巻いてるっちゃ巻いてるよね。うん、大きい岩を巻いてるコースですね。あ、こっからも展望いいですね。よこしょ。はい。ドドーンと北アルプスですね。こんなとこもありますね。注意しましょうね。はい。立派な岩ありますよ。なんか人の顔みたいだよね、目あって鼻あって細長い口でね。はい、もうちょっとですね。はい、はい、吾妻屋見えてきましたね。よいしょ。なんかシラスっぽい岩がありますけど、これかな。このビニール袋はね、マツクイムシの駆除でね、薬剤処理してる袋、ビニールです。はい、シラス岩。大正時代まで日照り続きで困った時、塩沢の人々はここで108頭の松明を焚いて雨乞いをしたということですね。はい、こんな感じです。母さん、落ちんなよ。大丈夫なの、そこ。あ、母さん、危ないよ。ここすごいよ。大丈夫、ここすごい。大丈夫、安定してる。ちょっ
ょっと見てみようか。あ、本当だね。ここ安定してるね。ここ安定してるから、ね。あ、本当だ。こんな感じです。ね、あ、遠望できますね。綺麗綺麗。あ、綺麗ですね。だんだんね、やっぱり午後になると天気崩れるって書いてあったからね、ちょっとね、今日はここまでですね、母さんね。うん、はい、ということでね、私たち草加村小田津の入りの方からあの古い小道を通ってここまでね、来ましたけれども、道路もね、しっかり整備されてるわけではないので非常に気をつけて来なければいけないことと、あと道方もね、古い小道を歩いてきましたんで、非常に不明瞭なとこもたくさんあります。なので、携帯のね、 GPS 機能とか2万5000分の1のね、地形図とか利用しながら、方位磁石も持ってね、道に迷わないように来る方はしっかり準備してね、向かってください。ちょっとね、中級者上級者向けになってますんで、草加村から入ってくるルートについてはね、そのあたり十分注意が必要だと思います。はい、高松薬師城跡到着しました。はい、丸山市の山城だったということで、丸山って言ったら母さん、丸山引き市でね、引き市だよね、の山城だ。王城までね、丸山市が収めてたということで、王城、ここの高松薬師城、そして手引き城でつながるんでしょうね。自然の地を利用した山城ね、ここね。で、ずっと王城の方まで引き市のね、領地が、引き市の城がね、つながってたということですね。王城、そしてここの、高松薬師城、そして下の引き城とね。はい、ということで案内板のところに戻ってきました。現在地ここですね。ということで我々ね、高級1番、2番、3番を取ってぐるりとね、こう行ってからこう行ってきました。ここ、高松薬師城跡ですね。こう行ってぐるっと戻ってきました。こっからもね、大変ですけど、安全にね、下山します。はい、ではね、無事戻ってきました。古い小道がいくつもありますので全部は回りきれなかったですけれど、またね、季節が良くなったらね、別のルートを通って岩洲公園にまた向かってみたいと思います。ではこの動画良かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。